春日井市住宅政策課の鈴木です。日頃は春日井市の空き家対策についてご協力いただきありがとうございます。近年少子高齢化や人口減少により全国的に空き家が増加しています。特に適切な管理が行われていない空き家については防災、衛生、景観など様々な面で周辺の住民の方にご迷惑をおかけしている状況もありますので、所有者の方は建物や敷地を適正に管理していただくようお願いいたします。現在春日井市が行っています空き家対策に関する支援制度についてご説明いたします。春日井市にはご覧の通り空き家対策に関するさまざまな支援制度があります。このうち ① から ④ の支援制度についてご説明させていただきます。最初に空き家を解体する場合の支援制度です。丸1の老朽空き家の解体費補助は建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年以上経過している空き家を解体する場合に20万円を上限として補助します。丸2の不良空き家の解体費補助は建物の構造または設備が著しく不良であり周辺に悪影響を与えている空き家を解体する場合に50万円を上限として補助します。空き家を管理していくことがご負担になっているという方は支援制度を活用し空き家の解体を検討してみてはいかがでしょうか。次に空き家を購入した場合の補助制度を説明します。今年度から空き家を購入したり自身が所有する空き家を建て替えして居住する場合に新たな支援制度を設けています。丸3の空き家の購入費補助については空き家が建っている土地を購入し市が定める期間内に居住する場合に50万円を上限として補助します。丸4の空き家の建て替え費補助については自身が所有している空き家を建て替えし市が指定する期間内に居住する場合50万円を上限として補助します。今ご説明した補助制度以外にも支援制度をご用意させていただいており、組み合わせにより最大130万円の補助となります。補助制度に関する条件等の詳細についてはホームページをご覧いただくか住宅政策課へお問い合わせください。さらに本日ご紹介させていただいた補助金のこと以外にも空き家に関する相談窓口を設置しています。所有している空き家をどうしたらよいか困っていたり空き家になりそうな自宅の今後に対し不安に思っていることなどご相談いただければ皆様のご相談にお答えできる専門家を紹介することもできますのでお気軽に住宅政策課までお問い合わせください。以上、住宅政策課から空き家対策のお知らせでした。